はい、どうもカリアです。新しい降臨が来ておりましたよというところで、今回も動画撮っていきたいと思います。レオドーラ請求ですね、やっていきたいと思います。今回はですね、この前あの極成功祭でゲットできました、白鶴をリーダーにしたパーティーで、挑んでいきたいと思います。久々の闇属性単色パーティーでございますね、使っていきたいと思いますけれども、リーダースキル改めて見ていきましょう。闇属性または人間属のヒットポイントが 3.5 倍と、攻撃力が3倍、さらに闇属性の 1,2,3,4 パネルスキルが全て成立したとき攻撃力が2倍、まあ、合計6倍ですねになりますよというところでございます。はい、まあ、1,2,3,4 パネルスキル、これね、まあ、本人が、まあ、1パネルと4パネルスキルを持っております。で、あの極成功祭の時の動画でも言ったと思うんですけれども、千代鶴、こちら隣にいる千代鶴とですね、すごい相性がいいんですよ。っていうのもですね、まあ見てもらったら分かる通り、闇2枚と闇2枚、回復1枚の2パネルスキルと3パネルスキルが、ここにいてますんで、正直この2人だけでもね、あの白鶴のリーダースキルの条件っていうのが整うわけなんですよね。白鶴のノーマルスキルの闇3枚と回復1枚を1つに入れれば、とりあえずまあこの 1,2,3,4 パネル全て成立することになります。え、なるよねなると思います。まあ2パネルスキルが発動しないのかね。闇3枚と回復1枚だけ入れちゃうと千代鶴の 2パネルスキルが決まらないんで、まあ闇4枚と回復1枚入れておけば、まあ万事解決ですね。はいはい、ということでですね、まあその感じでちょっとここから進めていきたいんですが、まあ一応パーティー紹介も軽くしていきますとね、チャッピーでございます。まあ今回チャッピー入れてきたのはですね、まあパッシブでね、まあ今回単色部門パーティーなんで半ずつ出してちょっとでも攻撃力上げようということで、ちょっと今回入れてきましたね。まああとブースに入れればね、ブーストスキルの攻撃力3倍の闇属性貫通攻撃も入ってきますし、あとアクティブスキルのパネルセットもうまあまあ後で使っていこうかなと思っております。で、久々ですけども、シンジャーのカオルですね、エヴァコラボの闇属性のこの2人のユニットなんですけれども、まあこれもまあパッシブの頼りなんですけれども、まあ闇とか回復パネルを除いた全てのパネルの出現率が下がるという効果を今回利用してき、利用しようかなと思ってまして、入れてきました。まああとロンギリスの槍ですね、アクティブスキルで、まあこっちの攻撃力を上げて、最後にとどめを刺そうという感じでございます。で最後にフレンズさんがフローネですね。こちらもまあ似たようなスキル、ああ、まあ、大丈夫かなびっくりした。3,4,5パネルのうちのうち1つ以上成立すれば、まあ攻撃力2倍になりますよということで、まあ今回 3,4 パネルがいてますんで、条件は整うんじゃないかなと思います。まあ、さっき一瞬ね、5パネルスキルも決めなきゃいけなかったっけってちょっと一瞬ビクッとなっちゃったんだけど、5パネルスキルは別に決めなくてもいいんですよね。はい、なんで、3,4 パネルも決まりますよというところでございます。で一応リンクも説明していきます、軽くね。今回魔物も確か入ってたと思うんで、属性種族でね、なんで白鶴にちょっと火力を出してもらおうと思いまして、要をリンクしてきております。で千代鶴にはフローネ、こちらも自分のフローネにリンクして、まあレート倍率上昇量、まあいっぱいね1パネルスキル持ってるユニットも何体かいますので、レート倍率ちょっと上げていこうと思っておりまして、フローネ入れてきました。で、メロティの浴衣ですね、リンクブーストアップを使用しております。で、シンジャードカオルにはテラにリンクしてきております。こちらもね、あの闇と火力パネルの出現率を上げてくれておりますので、まあこれで割と闇と火力パネル結構出やすくはなってるんじゃないかなと思います。フレンドさんはちょっと円卓の騎士リンクされていますので、まあ今回効果は発揮しないです。まあリンクスキル頼りってところですかね。はい、ということでいきたいと思います。闇4枚回復1枚ですね、さっき言った通りで、攻めていきたいと思っておりますので、まあもう1個決めればとりあえずパネル貯めときゃいいかな。でまああと神級だとかゼロスタミナの時にちょっと体感したのはですね、まあ闇パネルっていうか闇属性の攻撃ちょっとバリアされてたかな。ちゃんと俺もあのしっかり見てたあれじゃないんですけれども、なんか炎属性が通るようになった、多分あれランダムだと思うんだけどね。まあちょっと様子見なんですけども、最初になんかちょっとバリア張られるのは確かなんですよね。それがまあ何属性のバリアなのかっていうのはですね、ちょっとまあ何回か行かないとちょっとわからないんで、なんとも確定したことは言えないんですけれども、まあまあその時その時でちょっと様子見ながらやっていきましょうね。
俺もまあがっつり今回の請求まだ初見なんでまあゼロスタミナでちょっと様子は見たもののですよね、まあ、初見としてやっていけたらなと思っております。あーちょっとパネルいっぱいになっちゃったね。まあまあ決めれない時もありますよそれはね。よいしょ、いいですね。もうスキルも全員溜まりましたね。溜まった状態で来ました。こちらが今回の氷ユニット、名前が出てこないレオドーラですね。はい、かわいい、かわいいのが出てきましたね。まあどうでしょう、今回もね一応ボス特性あるんですけども、まあ毒遅延攻撃ダウン状態時はちょっと相手の攻撃力アップしてるんですよね。で今回血をつるのノーマルスキルにちょっと遅延がありますので、まあ、これやるとちょっとまあ遅延終了後にちょっと結構な大きめの火力が来るんですけども、どうだろうな、あんま気にしなくてもいいかな、もうガンガンいっちゃおうかな。でまたあと割合ダメージとかのエースを打つと、まあ、敵自身が回復不能になっちゃうのと、でまた今回もねちょっと根性がついてたりしてるんですよね。どうしようかな、まあまあ一回ちょっとがっつり攻めてみるのもありっちゃありですけどね。ちょっとまあダメージも食らっちゃったし回復しつつ行きましょう。まあでもちょっと闇パネル貯めたいっていうのもあるからちょっと抑えめで、一応まあこれ一回遅延入れたんで、あーでもあーもういっちゃうかこれね、次で決まりそうだな、意外とダメージ入ったな。なんならまあ行きますわ決めていきます。多分進化前は余裕でいけそう。はい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 、もうちょっと闇パネル貯めたかったな。まあまあ何せよやっぱり相手は光属性、こっちは闇属性ですよ。与えるダメージが違う。まあ、でも進化前だからなちょっと油断はできないけど、進化後でございます。あとこっちにかけられてたアクティブスキル封印っていうのは確か1ターンで解けてたんじゃないかなですね。だから遅延後は一応普通にダメージ与えれるっていう感じなんですけれども、ちょっとここはまだ遅延せずにちょっと回復しつつ闇パネル貯める感じでいきましょうか。こんな感じで、あー闇パネルそんな来ねえな、結構確率上げたつもりなんだけどね。ガーやばい、強い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 、ちょっと待ってくれ、結構強かったな。回復しましょうかね。でちなみに今何のバリア貼られてるの、あやっぱ闇属性 50% 入っちゃうんだ。だからまあ弱点属性つくっていう感覚でいっちゃダメですね。うん、通常攻撃してる感じで、見ないといけないですね。ただやっぱり根性がついてるんで一気には攻められないんで、ちょっと回復しつつ遅延入れるか、ちょっと怖いな。まあまあ一回普通に回復してみましょうか。うん、次の攻撃どうなるか分かんないしね。ああ、まあ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 そんなに食らってないかな。じゃちょっと遅延入れつつちょっと大きめの火力を出していきます。チン入れたでしょ。ほ、あー回復入んなかった。どうでしょう、でも 80% 削るような攻撃になってるかな。無理か、あーそんなにか。やっぱりまあ一応チェーンは入るんでもう1回分ちょっといきましょう。まあ最悪どこかエンハンス使ってもいいけどな。オンにしてるね。そうですね、どっかで入れてもいい。まあフローネ使ってもいいけどな。ちょっとエンパネルが出るかどうかだけちょっと不安ですけども、ちょっと 80% 切るようにしちゃいますか。次どうせ攻撃来ちゃうしな、ちょっと怖いしね。回復もしつつちょっと 80% 切るダメージを与えていきますんで、フローネ使います。一旦内で敵全体が受ける闇属性と攻撃光属性でダメージを2倍にする。いきます。右端に闇4枚回復1枚入れていきますね。闇4枚こねー、まさかだった。どうでしょう、 80% 切ってねえなーこれなー絶対。次の攻撃が怖いよ。あーまあまあ食らう、まあ、もう1回ぐらい遅延いけるか。ちょっと回復させつつ、はい、多分これで
80% 切ったかな、切ったね、さすがに切ったな。でこれ今遅延が入ったんで、あ、水パネル残しておけばよかった闇パネルと水パネルを貯めます。ちょっと血をつるのねアクティブスキルが水パネル貯めないとちょっと使えないんで、ちょっとがっつり攻めるために一回水パネルを呼び出します。回復はしなくて大丈夫でしょう。ほい、 OK 来た。まあまあこれでいいか、多分そんなに回復もされないと思うんで大丈夫やと思うんですけども、死んだらやばいな。うん、大丈夫。アクティブスキル封印だったまさか、あ、まあでも一旦遅延か。オッケー、じゃあもうこっちも遅延させよう。行きますちょっとびっくりしちゃったいけるでしょう。オッケー、もう、まあ多分勝ったと思います。相手もそんなに防御力高くしてきてないと思うんで、いけそう。じゃあここからがっつり攻めていきます。まずチャッピー使いますね。すべての場をクリアして、闇パネル2枚ずつセット。血をつる、水パネルを変換して、闇パネルにし、すべての場に闇パネルを1枚ずつセット。おお、回復パネル来るかなこれちょっとまずいかもしれないけど、やりすぎるとやばいな。あ、まあこっちでできるんだった、忘れてた。闇パネルまたは、闇または回復パネルを1枚ずつセットして、さらに一旦の間、味方の闇属性ユニットの攻撃力を 2.5 倍にします。発動。わーおもう決まったでしょう、さすがにね。えらいことになっちゃったよね2ターンの間、味方全員の攻撃力2倍にして、1ターンの間敵から受けるダメージを 100% 減らします。もう完璧じゃねいきまーす。じゃんしょんしょんしょん、決まったな。最大ハンズ最大火力だぜ。72ハンズデートも 24.43 です。ありがとうございます。いやー今回はでも割と簡単だったかなああもうライオンちゃんかわいそうにはい、ということで、今回はこういったですね、もう思いっきりパネルセットを追っ始めた、白鶴パーティーでちょっと攻略をさせていただきました。ありがとうございます。いや気持ちいいねあんだけ最大のねハンズ数と最大の火力を出せるってめったにないですからね。ありがとうございました。レオネね、ちょっと一応見ていきますか。はい、レオドーラだ、レオネじゃない。進化コードだけちょっと見ていきましょう。ちょっと神級もちらっと回ってたんでね、ちょっと4体ぐらい持ってたんですけども、一応スキルだけ見ていきましょう。レオドーラ進化後のステータスがこちらでございます。光属性のユニットのヒットポイントが 2倍と、攻撃力 3.5 倍。おお、火力だけだったら十分ね、いい倍率ですねこれね。アクティブスキルが、バノイズレカ1箇所をクリアし、光パネル5枚セット。おー、集中して5枚セットするやつね。ノーマルスキルまたこれすごいですね、5枚か。パーフェクトブレイク、単体に光属性の極大ダメージとブーストだと味方のヒットポイント 10% 回復してくれます。おで、フルライフアタック250持ってんじゃん。ヒットポイント最大の時自分のヒット攻撃力が 2.5 倍になる。いいですね、リーナとかヒメズルみたいな感じの、あとヨトゥンかみたいな、パッシブスキルを持っております。はい、リンクも似たような感じですけど、まあ倍率はちょっと下がりますね。はあ、なかなかちょっと一癖あるユニットが来ましたね。まあでも火力はすごい出そうな感じでございます。グオーグオーガー言うてますねありがとうございます。はい、魔物も入った獣ですね。はい、そんな感じで、初回クリアありがとうございます。ということでですね、まあ、今回は、なかなかね、気持ちよく、ね、パネルセットも決まり、終われた感じでございましたけど、まあ、今回の氷はですね、以前のファルダとか、ライアとかと比べると、ちょっとまだ楽だったかな。ちょっとまあ、根性だけね、ちょっとなんとかしてからじゃないと、ちょっと、難しいところなんですけれども、まあ、全然、いけるパーティーでございます。いける感じの降臨でございました。で、まあ、今回紹介した白鶴のパーティーもですね、よかったらぜひ、参考にしていただけたらな、というふうに思います。はい。ということで、じゃあ今回は、これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様です。バイバーイ。